松山市民会館松山市民会館は愛媛県松山市の城山公園内にある多目的ホールである。公益財団法人松山市文化、スポーツ振興財団4月1日に松山市生涯学習振興財団と合併が運営している。大ホール、中ホール、小ホールの各ホールと会議室、洋室、和室、練習室、リハーサル室がある。 小ーホールには珍しい農部隊が設置されている。かつては食堂や売店があった。1963年、市民からの強い要望を受け、城山公園にあった日米文化センターを移転し、跡地に建設することが決定された。厚生年金還元融資を活用し、総工費4億3000万円、同年6月着工を予定していた。 しかし建設予定地にあったクスの木と戦乱の移植をめぐって県から設計や建設場所の変更を求められ、この対応を決めるのに時間がかかった。また、文化団体の要望を受けて、舞台の大きさを広げたり会議室を追加するなどの設計変更もなされたため、総工費は5億8千万円に膨らんだ。同年11月15日着工。1965年6月竣工。 工事期間1年半を費やし、最終的な総工費は6億1400万円となった。7月10日に落成式が行われ、18日から開館した。2013年4月1日から2014年3月31日まで耐震化工事のため休館となり、例年行われていたコンサートなどのイベントが場所や日時の変更を余儀なくされた。 工事完了後、4月2日から利用を再開した。2015年、JR 松山駅高架化事業に伴う、駅周辺地区整備計画において、車両基地や土地利用に関する基本構想が策定され、将来的に松山市民会館の機能を担う、ホールとイベント会場にも利用できる屋内外の広場を核とする施設を建設することが盛り込まれた。松山市編集委員会。 松山市史第4巻現代、1995年、282から283ページ。AB 愛媛新聞松山市史付録年表愛媛、新聞オンライン2017年10月14日、閲覧愛媛新聞オンライン2017年10月14日、閲覧。ありがとうございます。